ハロー YouTube ちょっと待って、ちょっと入り方違うあれ、ハロー YouTube ってそれホリエモンさんですよ ね、 そうだね、こんにちはこんにちは、こんばんは。いや、ちょっと変えてみたかったあ、ちょっといつもと環境をね、まあ、そうそう、環境といえば日本ハムの監督、まあ秒読みだな、多分秒読み、まあ俺の予想では、ね、なんと新庄剛志さんが内閣、うん、あ、内閣じゃないし、総理大臣じゃねえんだすいません、就任内定という記事が日刊スポーツ、もう今朝ほやほや出ました。あ、まあ秒読みはもう間違いないと思うけどね。これ実はもう一週、さらに1週間前にこういう記事も出てたんですよね、稲葉さんが GM になった時点で、うん、もうその時から伏線もあったんですね。まあちょっと噂では稲葉が断った、はい、あ、監督を、はい、ちょっとまだちょっとっていうようなことで、で、まあ、GM に就任して、はい、で、まあ、まあ2択だったんだと思う。あ、稲葉さんか。だから、ね、稲葉、まあ、あのね、全日本の監督が断ったら、はい、まあ、もうそしたらもう新庄に行こうと。まあ、新庄って言うとさ、はい、やっぱこう、日本ハムの救世主だからね。そうですよね。その移転した時の、はい、やっぱ新庄っていうのはもう目玉だったし、はい、強烈なインパクトがあるし、うん、だからそういう意味ではまあすごい人をあの連れてきた、まあ連れてきたなっていうか招集したなという。これ豊さんが例えば推測するに、はい、いつ頃話は言ってるかなっていう、この時期にこういうのが出るということは大体いつ頃話が、まあ話を匂わせるっていうのはオリンピック終わった後だよね、はい、オリンピック終わった後に、はい、おそらく監督っていう、まあ今年の成績から見ると栗山監督がもう退任ということはほぼ決定的な、まあ長さとかも考えたらね、はい、じゃあ誰にしようかって言ったらもう一人しかいないっていう、まあ情報だった周りではね。まあそしたらやっぱりこうちょっとゆっくりしたかったんじゃない？ 1 年間オリンピックも伸びたしさ、そうですね、ちょっと精神的に、はい、まあ、全日本、ね、ヘトヘトになって、うん、またその責任をね、こう背負って、まあ、GM だって大変な責任をかぶるんだろうけども、はい、そうじゃなくて、まあ、ちょっと1回ユニフォーム脱いで、ちょっと俯瞰で野球を見たいというかね、うん、まあ、そういうことになったんだと思うんだよね。うん、で、その後だよ、はい、だから9月頭の方から、はい、おそらく、電話は言ってると思うんだよね、うん、そう、まあ、例えばあのユニフォームを着るつもりはありますかとか、あ、打診はしてるはずなんだよ、はい、だから、いきなり監督やってくれじゃなくて、やっぱりその気持ちがどうなのかって、まだその燃えたぎるものがあるのか、はい、ね、ユニフォームを着るあの気持ちがあるのか、現場はどう思うのか、はい、まあ、そういう取材も含めて話し合いはしていってったと思うよ。ただその中でやっぱり監督はやっぱり無理ですというふうに、まあ9割断んないよね。9割の人は断らない本当であればそうですね、9割は、まあ、あとでもチャンスがあるっていう人は、はい、この場は一旦引いといた方がいいなって言って断る人はいるかもわかんないけど、はい、ほぼ9割5分ぐらいは断んない監督って、うん、まあそうですよね、うん、まあ、そのやっぱりその花形というか一回引退されてまた監督で戻ってくるっていうのは、まあ、名誉あることでもありますし、まあまあそれだけあのチームの、ね、顔として迎えられるわけだから、はい、それはまあ名誉なことだよね。でもさ、日本の監督って失敗してもさリスク伴わないじゃない、はい、なんか言えてる？リスク伴わないよね。それはまあ、例えば優勝監督がもてはやされる、失敗した人でもこう監督という名誉職で救われてるっていう人はたくさんいると思うんだよ。やっぱ失敗は失敗としてさ、なんかこうあんまり日本はないよね。あ、まあそうですね、うん、特にないというか、もうサッカー界じゃケチョンケチョンだから、まあ、例えば鼻くそ扱いされたりだとか。そんななんですか？いや、そうよ。それはちょっと勝てなかったら、いやいや、まあまあちょっと時間やってよって思うんだけど、こっちも、はいはい、でもサッカー界なんか厳しいよ。勝てなかったらすぐクビだから。そう考えると野球の監督って結構まあ、だから名誉職なんだよ。あ、そう、認識が違うんですね、うん、そうだからやってリスクはないよね、あんまり、はい、うん、例えばこの戦力じゃ勝てなかったよねとか、はい、これじゃしょうがないよねとか、うん、まあまあ、その言い訳がこうついてくるじゃん、はい、まあ、そうじゃなくて、うん、やっぱり引き受けた以上はやっぱ勝たさなきゃいけないという、まあ、まあサッカー界とはちょっと違うけどね。で、その、まあ、監督に、まあ、もう新庄さんが、まあ、ほぼほぼ内定で近日中に正式発表へというふうに日刊スポーツも書いてある、うん、ね、ありますし、俺もそう思うよ。もう他の人の名前が上がってこないという時点で、はい、もう一択だよ。ただ今もうシーズン中だし、シーズンのそのホームゲームも残ってるから、はい、だからそこはあんまりこう騒ぎ立てないように、
そうです、ね、そこを待ってるんです、時期を発表の 今は例えばもうハンコを押してるのか、それともこう 最終的なその爪のところ、お互いのこうこれは譲りません、これはこうしてください、これはじゃあいいですよとか、まあ、それは今盛んにやってるところじゃない、まあ、一番は人事だけどね。そうです、その人事権なんですけど、うんうん、新庄さんはどういった組閣をすると思います？組閣？はい、いや組閣というよりもどういう監督になるかでしょ。なんか人事って持ってくるかなと思って、まあ、人事は俺は予想では一人は入るだろうなって思う。まあそうですよね、きっとね、一人は入る、はい、まあ、ガンちゃんもなんなら入るかもわからないしな。俺らが岩本さんも、うん、その岩本さんがコメントを出してるんですよね、うん、これあのネットでニュースになってますけれど、岩本氏今現状で言うと全く連絡がない、これ本当なんでしょうか？まあ本当だよね。あ、これはまだ本当ですか？うん、いやいや、ガンちゃんもどちらかというと、はい、ユニフォームには多少色気があるんだよ。だからはっきり言わないから、あいつ日本ハムのことやってるのにもかかわらず、ね、臭いところには蓋しちゃってるから、やっぱり色気があるんだよ。いや、それはそうですよね。それはそうです。いや、それはもう彼の人生だから、それはそれでいいんだよ、はい、ね、うん、でも今の時点で来ない、ね、来てたら、うん、いやそんなことは言えませんって多分言ってるよ。言ってるなるほどね。で、ひちょりさん、森本ひちょりさんのコメント、今週中に発表になるはずなんですよっていうことは連絡取ってるっていうことだよね。そうでしょう、ね、その時点でもう連絡が来てて、はい、もうユニフォーム着るぞみたいな、もうね、そんな感じでしょ。なるほど。ガンちゃん着ないのかな。ガンちゃんな、いや見たいですよ、ピッチングコーチとして、うん、でも、ね、入りそうな気がします。あの、ね、YouTube でも新庄さんともちろんゲストでコラボ、まあまあ社交辞令はあったにしても、はい、まさかあの時点でユニフォーム着るとは思ってないから、お互いが去年ですよねさ、これがもうひょうたんからこまでさ現実になってしまったという、現実から現実になるっていうことは、はい、頭の中にはあるだろうけどね、誰にしようかっていう。あ、そうですよね。このただやっぱ球団との話し合いだからさ、それ球団がもちろんその OK だったり出さないと、まあそれは切れないよね。そうですよね、うん、でまたそこは岩本さん、仮に岩本さんだって森本さんだったりがあるとなると、また球団とのいろいろ契約だったりとか、うん、その内容によってっていうことになります、ね、まあそうだね、うん、片岡さんとか山本さんとか、ね、名前が出ますね今年は。出るなあまあね、まあ新庄はでもね、こうどういう監督になるで、どういう監督になると、私はすごい言葉での魔法で選手たちを勢いづけて乗らせて突っ走るような監督、なんか理論ではなさそうな気がします。どうなの、ね、まあでもいろんなパフォーマンスがさ、はい、先行してこう想像、そういうパフォーマンスの方に想像巡らせるけどさ、はい、彼ってやっぱこう野球をこうなんかこう断片的に切っていくとさ、うん、非常に真面目にやってんだよね、はい、野球に関しては、はい、だから飛距離もそうなの、うん、ね、飛距離と仲良かったでしょ、はい、で一緒にパフォーマンスとかやったでしょ、飛距離と一緒にやってるけどさ、飛距離は自分が出番がない時はもうおっちゃらけるんだよ、はい、めっちゃくちゃおちゃらける。でも自分に出番があった時は集中力マックスいくんだよ。だからメリハリがあるやっぱチームになるだろうなって思うよね。遊ぶときは遊べ、ね、楽しむときは楽しめ、でも真剣なときは、ね、一切笑うなとかね、うん、一切喋るなとか、うん、そういうことになってくると思う。だからものすごくオンとオフっていうのをきちっとするっていう、だからまあ先行的にさ、やっぱチャラけたとかさ、はい、整形してるとかさ、ね、整形したとか、まあいろんなそういうこう なんていうの枝葉がついてるけども、うん、はい、彼は新庄の、うん、その幹というのはやっぱ太く野球に精通してるよね。確かにそうですね、うん、新庄さんのそのインスタグラムだったりとかを見ると、やっぱりその外野手としていち早くそのホームを刺すためにはどういう取り方をして何テンポ早く前に行ってとか、そういう動画をきちっと上げて解説もされてるんですよ、うん、っていうことはやっぱりきちっとそういう本当に一本芯が通ってるというか、あんまりおちゃらけすぎると、はい、こう締まりがなくなってくるし、まあ、はい、なんていうの、あんまりおちゃらけすぎると言葉に説得力がなくなるという、まあ、だけど彼のやってきた野球っていうのは見せ方も知ってるし、やっぱ勝負強かったしね、だからすごく面白い、まあ、チームになるかなという。そうです、ね、ただ戦々恐々としてるのはベンチで苦虫潰したようなこう顔して、はい、いつも難しい顔して座ってる監督たちが、はい、まあ、いるとしたら、はい、新庄は煙たいだろうね。
多分明るく、そうですよね、もうなんかこう賑わわしをしながら、そうですよ、そうですよ、そうなって新庄が勝つようになってくるとさ、はい、監督像っていうものが、像っていうものがこう変わってきてしまうという、うんうん、それを怖がってる監督たちっていうのはこれからも含めて、ね、いると思う。あ、そうなんです。まあそうですよね。ちょっと読むと、いやだって楽、新庄って聞いただけで楽しいってなるじゃない。うん、まさに楽しんじゃうですよ。でやっぱり興味が湧くじゃない。湧きます。あ、もちろん湧きます。そうでしょ、はい、だからまあ勝負の世界っていうのはその指揮官っていうのが目立っちゃいけないっていう、まあ、言われてるんだけど、はい、どうしても新庄に目がいくよね。そうですね、やっぱりどっちかというと目立つというか、そっちに行ってしまいます、うん、だからそのなんて言うんだろう、うん、まあこれから常識が覆るかもだよね、今までの監督像とすると、はい、そうですね、うん、でも野球は真剣だよ。あの伊藤さん、じゃあ新庄監督になった場合、来シーズンっていうのはこれどのぐらいの位置までいけそうですか。そんなわかるかよお前。そんないきなりお前。でもだってやっぱりその言葉のミラクルとかってすごいじゃないですか。乗せ方とか選手のそのうっていうのも、だからそれに選手が乗るかどうかまだわかんないじゃない、動き出してもないのと。まあ、決まってもないのにわかんねえよそんなの。いやでも一応もうこれ決まって、いやだけど、ね、そしたらさ、記者会見の時によ、うん、ね、真面目に、うん、いやこの度あの日本ハムの監督を、ね、あのに就任することになりました新庄です、うん、よろしくお願いします、まあ、今までのことはさておきみたいな、これから厳しくやっていきたいと思います。そんなんだったら期待できないでしょ。確かに私はやっぱ上から登場してほしいですもん。まあ上からでも下からでもいいんだけどさ、横からでも怖いもんね。そうもうあっちから一人が来るとかね。そこはね、ドラゴンボールみたいな感じで、ね、まあでも、はい、俺は野球に関しては彼は真面目な人間だし、はい、ただその日本を離れた部分があるからね、はい、野球をどのぐらい見てたかどうかっていうのも不安なところだけど、はい、まあ、だけど、まあ、彼の野球っていうのはおそらく妥協のない厳しいものにはなると思う。だからみんながこう一般的に想像してる新庄剛志という人間よりもっと高いレベルで野球が行われるはずだよ。そう思うとすごく楽しみですね。まあ、楽しみだよね、うん、大気の日本ハムが、はい、本当だね、はいはいはい、あとはユニフォーム姿をちょっと見られるのを期待して今週待ちましょう。かっこいいよね、タオルマッチョでめっちゃかっこいい、誰よりもかっこいいと思って。いやでもね、俺あの目整形したでしょ。あ、本人言われてました。本人言ってたよね、はい、俺その前の方の顔の方が好きだったな。やっぱじゃあ何かの機会の時に、まあ、もしかしたらまたね違うあの携帯で出てくるかもしれないんですけど、まあ、ね、いやなんかね前の方がなんかこう優しい感じがしたんだよね。あ、今ちょっとキリッとなっちゃった、ね、ちょうどキリッとなっちゃった。あ、なるほど。まあ、そこは、まあ、そこはどうでもいい。いいんですけどね、はい、あの新庄監督が正式に発表されることをちょっと期待して、まあね、期待してね、はい、待ちましょう、はいはい。